どうも皆さんこんにちは。キヨキヨです。ですね、私ちょっとですね、動画をですね、この実況者コラボの出す動画を遅れてしまいですね、申し訳ございません。早速ですね、私が、その動画内とかでも言っていたんですけれども、その、相手のね、攻めが美しすぎるという攻めを見てみましょう。まずは、はい、曲げてしまいました。クラクラ実況者ドリームコラボ VS 天地なんちゃらさん。このですね、クランと当たりまして62対83と、もう大差中の大差ですよね。これはもう本当に、見てみましょう。まず、私たちのそのメンバーは、10番までがタウンホール10です。10番までがタウンホール10。そのうちの5個かな ?1、2、3、4、5個。タウンホール10が10個あって、そのうちの5個が星3取られてしまって、他は普通に星2取られてしまいました。そして、11番からですね、6人なので、24番までかな。24番までがタウンホール9かな。タウンホール9ですね。タウンホール9なんですよ。それなにもかかわらず、星さんを、連発され、79%。そうですね。79%、そんな感じになっております。もう、華麗すぎましたね、本当に。はい、では早速ですね、まずは今回の動画、やっぱりですね、その結構今回はすごい華麗な動画なので、いや華麗というか美しい動画なので、やはり皆さん見たいと思うんですよ。なので、その例えばこの動画を18分とかの動画にしてしまうと、その18分間見れない人が、その多くのリプレイを見ることができないんですよね。例えば16分から18分の間に流したリプレイをですね、その見られるかって言われたら、その忙しい人とかは見れないかなと思うので、いくつかのですね、前編、中編、後編、わかんないですけれども、できた本数を、分割してですね、上げていきたいと思います。なので、このリプレイの動画は、このクラン戦の動画で7本ぐらいいくんじゃないかなっていう、ですけれども、いっぺんにドカッと出したいと思います。そんな、例えば1日に1本ポンって出す、時間があれば、いっぺんにドカッと出していきたいと思います。ということで、早速見ていきましょう。前編なのかな ?1 本目ということで、ご覧ください。まずはですね、2個のリプレイ見ていきますか。まずは、こちらですね。私たちの1番の方、ジギさんという方、鉱山ブラザーズさんの方なんですけれども、見てください。相手の11番に攻められてるんですよね。相手の11番は、一応タウンホール10ではあるんですけれども、早速見ていきましょう。もう、すごいです。すごいです、本当に。はい、ですね、見てください。リプレイ終了まで51秒。もうですね、51秒ですよ。この防衛説はカンストかな?カンストしてますかね?してますよね、多分ね。してますね、多分。そして、ヒーローも40、37。非常に強い村でございます。そして、ヒカベと。非常に強い村から51秒と。すごいですね。まずは、流れを見ていただきましょう。ゴーレムで、3面という感じですかね。そして、後ろからウィザードをしっかりと広く出していますよね。広く出して、パーセントも、稼いでおります。そして、レイジー・ウォールブレイカーの組み合わせで、しっかりと穴開けていますね。穴開けが非常にうまいですね。ここで、もう、先ほどサイドに出していたゴーレムがしっかりと中心部に向かってくれていますね。そしてライトニングで援軍、そして呪文ですね、最初は。ライトニングで援軍処理と。そして霊獣を組み合わせ、もうほとんどユニットが中心部に向かっておりますね。なのでもうタウンホールをすごい勢いで取ることができると思います。さあ、そしてシングル IT とマルチ IT なんですけれども、ここで、もう華麗に、しっかりとタウンホールを取り、残り、もう 1%。そしてヒーロー温存と。編成を見てもらえばわかる通り、ゴーレム3体、ウィザード13、ウォールブレイカーが9体。ウォールブレイカーがですね、9体なんですよね。私もその、例えば4面攻めとか3面攻めするにあたって、ウォールブレイカーはやっぱ16体とか結構持ってくんですよね。20体ぐらい持っていく方もいらっしゃいますけれども、9体と。先ほどご覧になられたようにですね、ウォールブレイカーの穴開けが非常にうまかったですね。はい、そしてネクロ2体、ペッカ1、ガーゴイル10、アーチャー11。ということで、おそらくですね、
10% をしっかりとタウンホールを取れる自信はあったんでしょうね。そしてあとの、パーセント稼ぎ用のユニットという感じですね。呪文は0時3つにジャンプ1つにライトニング1つ、ペッカ1、ウィズ2、ゴルブレイカ1ということで、非常に、うまいというか、まあちょ、もう一度見ますか。はい、まあ、言っちゃえば、その壁の中に防衛施設しかないですよね。あと、ヒーローのあれということで、まあ、パーセントは稼ぎやすいのかなと思いますよね。こことかは、ここのですね、呪文工場であったり、ここの、なんだ、この、ダークエリクサーポンプは、ガーゴイルで削れるかなと思いますので、まあ、その、タウンホールさえ破壊してしまえば、あとはパーセント削りは結構楽にできるかなというベースですけれども、でもタウンホールがやはりね、取ることが難しいという、ベースですよね、やはり。穴開けが非常にうまい。ここでミスったら、ウォールブレイカーを、少ししか積んでいない分、ここの穴開けをミスったら、この編成というか、この編成失敗しますからね。そしてもうほんと、練習もごちゃごちゃしてて分かんないですけどね。はい。もう、タウンホールを破壊した時点で 50% に達していますよね。非常にうまいリプレイかなと思います。さあ、そして2本目のリプレイを見ていきましょう。はい、ですね、ロッテさんの星さん取られてしまったリプレイを見ようと思ったんですけれども、やはりその、星さんのリプレイはその動画で一つでまとめた方がいいかなと思うので、今回はヒロキさん、要するにコウザンさんが攻められたリプレイを見ていきましょう。はい、コウザンさん非常にですね、面白いベースですよね。なんか、やはり星1はまあ、確実にはまあ取れそうですけれども、星1か星3で終わるかと。まあ、星2で終わることはまあないんじゃないですかね。あ、わかんないですけどね。まあでもこれ星2で止まっているんで、まあ、非常に面白そうな配置ですよね。さあ見ていきましょう。このですね、コウザンさんのベースは結構攻められましたね。2回かな。1回目は星1で終わっていましたね、やはり。そう、上ら辺から攻めていますね。いや、これ面白いな。上から攻めています。やはり下から攻めたら、終わるということはもう分かってるんでしょうね。ヒーロー40が出てきましたね。まあ、インフェルノのターゲットはほぼゴーレムで取れていますね。さあ、そしてヒーローが真ん中に向かっております。さあ、ここでもうレイジで、レイジフリーズはしっかりと打ってますね。でもフリーズ打つ必要ないんじゃないですかね。あ、でももうレイジで、フリーズでですね、もうインフェルノ死んでいますよね、一つ。さあ、そしてネクロマンサーアーチャークイーンでタウンホールにターゲットが向くのかと。あ、ネクロマンサーが攻撃しております。ああ、もうね、やっぱりこういう広いベースっていうのはゴーレムとかが下に、向かってしまったらもうアーチャークイーンとゴーレムでゴリ押しできるかなと。壁がないベースっていうのはやはりその壁がない壁がそこまでこう繋がっていないというか、こういうまっさらなベースというか区切られていないベースっていうのはやはりそのゴーレムとアーチャークイーンであったり、いろんなでゴリ押しできてしまいますよね。さあ、ここでアーチャークイーンでタウンホール破壊。でもアーチャークイーンが結構 HP ないんですよね。そしてこのような感じです。ネクロもその倒されてしまったので、結構その耐久力というか、そのアーチャークイーンがもしレベル例えば25とかだったら普通に星に取れてませんでしたよね。なのでこのベース、コウザンさんのベース非常に面白くて強いかもしれないですね。まあでも星2が、まあ、今回取れてしまっているんですけれども、やはり下から、1回目の方はですね、下から攻められたんですね。もう下から攻めたらもう結構辛そうでしたね、相手は。もうタウンホールに届かなかったので、最終的に。はい、ということで、こんな感じで、あとはなんかゴーレムが、ちょっと頑張ってますけれども、あと44秒。あと30秒ある中で、見てください。インフェルノタワー1台と、あとは、あとはそうですね。イリクサータンク。あとはちょっとここら辺に隠し、テスラ、あ、これだけですね。この3つだけですね。うわ、相手非常に惜しいですね、これは。いや、でも、しかし、やはりこっち側から攻めると、こちらのインフェルノタワーの処理というのも難しいのではないかなと思いますね。ということで、非常にすごいな。ということで、今回はですね、2本のリプレイを見ていきました。今回もどんどん出していきたいと思いますので、ぜひとも皆さん全部ご覧になってですね、タウンホール10の方、タウンホール9の方、これからタウンホール10になる方とかもですね、ぜひともご覧になってですね、
攻め本当にうますぎるので、ということでご視聴ありがとうございました。